ライオンとかクマ。さあ前回の全力ハッスルでは染谷選手、前川選手の染ちゃんともちゃんコンビで富士サファリパークのジャングルバスを体験したんですが、私たちもまだ乗ったことないジャングルバス、いいな、羨ましいなと思いながら映像を見ていましたが、目の前にね動物たちがやってくるという餌あげ体験も、ほら目の前にはライオンなどがいましたが、今回はどんな街ブラなんでしょう。じゃあ次はふれあいゾーンにやってきました。じゃあ行こう、どうも。いや、そうめさんこれじゃないっす、こっちです、僕は。ごめん、似てたからわからんかった似てないっす、どこが似てるんですかこれここふれあいゾーンでは20種類ぐらい動物たち見ることができまして、その中で今日は赤カンガルーとカピバラに餌あげとふれあいをしていただこうかなと思います。じゃあ早速行きましょう。はい、こちらです。さあということで、今回はふれあいゾーンで動物とふれあい体験をしていきます。はい、2人が今回訪れたふれあいゾーンはふれあい牧場と動物村で構成されたエリアで、およそ20種類の動物と触れ合うことができる場所なんですよ。さあそれでは早速中へ行ってみましょう。子どもたちにも人気のエリアなんですよね、ここ。そう、お前跳躍力えぐいっすよちょっと待って、もう餌あげて、餌あげて大丈夫です。この子待ってるわ。はい、どうぞ。高いところに持ってるとガッて来ちゃうと思うので、低い位置で上げてくださいね。はい、すげえ。やばい、出てきちゃった。おお、欲しくて出てきちゃった。しゃあない、出てきたからやるか。ここで、はい。カンガルーってどこの筋肉が発達してるんですか？尻尾は発達してますね。第三の足って言われるぐらい、尻尾だけで立ったりもできるので。跳躍力すごいじゃないですか。はい、あれはもう足なんですか？足ですね。嫌なんかな、触ると逃げていきますね。体はふわふわね。うん、体はめっちゃふわふわ。ほら、待ってくれ。硬っ。ついに逃げられちゃった。おつけ。よいしょ。ゴープロどころじゃない。はい、すげえ。おお。餌ないんだよね、もう。さあ前編に続いて後編もね、前川選手にカメラ持っていただきました。うん、もう一緒に映ってますね。赤カンガルーだ。そう、結構懐いてますね。ねえ。続いて向かうのはね、うん、今度はカピバラのエリアということなんだそうですが、カピバラもまたね、可愛らしいんですよ。カピバラ右から来ました。ちょっとちっちゃいのが一昨年の11月に生まれた子供なんですね。うわ、でかっ。で、奥のは大人で、思ったより全然でかいよ。向こう行くけど大丈夫かな。はい、もう一個あげるわ。あ、もう終わっちゃった。ちょっと待て。ああ。よしよし。お母さんで息子と娘になりますね。だから一緒に歩いてるんや。かわいい。ああ、でも無調査をしてますな。あ、もうちょっと上か。だいぶ落ち着いてますね。ね、全然動かへんかったよ。よっぽど気持ちいいのかもしれないです。それでなんかマッサージ師になったって聞いたんですけど、もうずっとあそこいたで。ずっとですか？うん、俺刺さなかったらすぐ行かれるんですけど。セカンドキャリア決まったわ。サファリパークのカピバラのマッサージ。いや、カピバラの染谷選手のマッサージ気持ちよさそうですね。ちなみにカピバラって、うん、ネズミの仲間なんですって。おお、
さあそしてですね、この後プレゼントをかけて富士サファリパークの人気のお土産1位を当てるクイズも行われました。さあ悩んでますが、残念ながらプレゼントは獲得できませんでしたが、できなかったんだ。はい、まあ、でも大変盛り上がりましたね。はい、さあちなみにこちらがね、人気お土産ランキングの順位です。うん、5位から順番になっていますけど、中でもやっぱトップは赤ちゃんライオンぬいぐるみ。やっぱりカピバラとカンガルーの餌やり、まあ、したことなかったんで、触ったりもできますし、すごい貴重な体験ができて、楽しかったです。カンガルーの方はすごい懐いてくれて、すごいいい距離感で触れたんですけど、あんまりカピバラが懐いてくれなくて、あまり触れなかったのがちょっと残念だったので、また次回行きたいなと思います。お車で回るサファリゾーンと、あとは歩いて回るふれあいゾーンに分かれてまして、それぞれ動物と触れ合ったり餌をあげたりっていう体験ができますので、ぜひご家族ご友人とお越しください。お待ちしております。5月もホームゲームあるんで、また明日かで皆さんのことお待ちしてます。よろしくお願いします。結束して戦うので応援よろしくお願いします。